初日からの四連勝、そしてオール三連帯で迎える堂々の優勝戦です。まずはここまでの船足の手応えからお願いします。はい、えー、初日から、えー、しっかりしていると思います。特にどのあたりがアピールできるポイントでしょうか。またんまわりとか出足系ですかね、がいいと思います。乗り心地はどうですか。乗りやすくはないんですけど、うん、許容範囲です。はい。 では残る調整はその乗り心地を求めていくという感じでしょうかいやもうここまで来たらもうそのままですねはい。あとはではもう微調整のみという感じですかわ、ね、かりましたありがとうございます変、えー、わってスタート感です今節としてここまでの手応えいかがですかス,スタートはちょっと息切れてない感じですはい。思っているよりはという感じですか思,思っているより 目標設定ありましたら教えてくださいまあ一定心いければいいかなと思ってますはいわかりました優勝戦堂々の一号艇でのレースですレースへの意気込みをお願いしますはい、えー、優勝して帰りますお願いします、えー、勝利でスタートした今節ですまずはここまでの船足の手応えはいかがでしょうかそうですね初日一走目あのいいかなと思ったんですけど日に日にちょっと自分には合ってない感じがしたので プロペラ調整をした状態です。乗り心地などどうでしょう。えっと三日目に関してはあのだいぶ良くなってあの安心して回れるようになりました。はい。では残す調整はどのようにお考えですか。もうちょっと伸びがあれば面白い足だと思うんで、しっかりレース仕掛けられるような直線をつけたいなと思ってます。わかりました。変わってスタート感です。約一年ぶりのつの水面となりますが。 今節通してスタート感どうでしょうか。そうですね。あ、もうそんな走ってない感じはないんですけど、最初ちょっと、うん、ダッシュの方は難しかったんですけど、スローに関してはあの自分の感と合ってると思います。目標設定ありましたら教えてください。まあ100ぐらいいけたらいいなと思ってます。はい。優勝戦は2号艇でのレースです。侵入などレースのイメージはどうでしょうか。あのマナレは一緒だと思うので、2コースから行きたいと思います。 わかりましたそれでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いしますはい、えー、初日ちょっと二号手失敗してるんで、えー、優勝戦で二号手で一生懸命頑張ります応援よろしくお願いします連勝でスタートしました今節ですまずはここまでの船足の評価からお願いできますかはい、えー、そうですねターン回りがあの良くなってきましたね、はい、ターン回りが良いはい では残す調整は、そのターン周りをしっかり残したまま強化するというような感じでしょうか。そうですねあの、ターン周りを良くしながら、もう少しグリップ感を求めて、調整していきたいと思います。はい、エンジンの乗り心地などはいかがですかあの。乗れる範囲ではあるんですけど、もう少し、あのもっと思い切って乗りたいですね。わ、は、わ、い、かかか。りりままましした。あががとううございいす。す。ってスタート感でででここまで感などいかがでしょうか はい、えー、自分の感でいけてると思います。はい。はい、目標設定ありましたら教えてください。そうですね、まああの全速でしっかり1 0いけたらいいと思ってます。はい。わかりました。優勝戦は3号艇でのレースです。進入などレースのイメージについてお考えあれば教えてください。そうですね、まあ3コースからいきたいですね。はい。はい。それでは最後にレースの意気込みをお願いします。はい、えー、一生懸命頑張ります。 節間連勝あり。今日は4コースからの角まくりを決めての輸出です。まずはここまでのエンジンの手応えいかがでしょうか。エンジンはすごいいいエンジンだと思います。今節、新しいプロペラへの交換もありましたが、そのあたりの手応えはどうですか。叩き切れてはないんですけど、<laughs> もらった時に近い状態にはしています。では、優勝戦に向けての調整はどのあたりをお考えでしょうか。 4号艇なんで一回伸び地を試してみますだめだったら普通でいきますはい分かりました変わってスタート感です地元三重の水面ですばっちり感どリりという感じですかえっとそうですね <laughs> 頑張ります <laughs> 分かりました目標設定いかがでしょうかえっとそうですねいけたらゼロ台までまあ基本的には10ぐらい目安ではい 優勝戦は4号艇でのレースです。侵入についてイメージありましたら教えてください。そうですね。枠なりから行けたら行きます。はい。津では前節も輸出を果たしています。熱い一戦が期待されます。ファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい。えーと、頑張ります。応援してください。初日の勝利から幕を開けました今説です。まずここまでの船足の手応えいかがでしょうか。足自体は。 あのいい方だと思ってます。特にアピールできるポイントを教えてください。スタート決めやすいんで、そこの足はしっかりしてるかなって感じです。どちらかというと出足型です。はい。わかりました。残す調整はどのあたりお考えでしょうかうん。ちょっと後半の時間帯がいつも回りすぎちゃってるんで、そこが合わないと乗り心地に影響があるんで、そこだけです。 わかりました。変わってスタート感です。約1年8ヶ月ぶりのの水面となります。今節通してスタート感いかがですかスタートは見えてます。見えてます。はい。バッチリ感通り。そうですね。感はほとんどずれてないです。はい、わかりました。ありがとうございます。優勝戦は5号艇でのレースです。進入などイメージありましたら教えてください。は5コース好きな枠番なんで、あの5コースから行きたいです。 はい、期待の高まる一戦です。最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、えー、っと穴開けるように頑張ります。お願いします。1> 約一年十ヶ月ぶりのツノ水面です。堂々の輸出は果たしました。ここまでの船足の手応えいかがでしょうか。はい、えー、っと最初はええ感じかなと思ったんですけど、だん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 ちょっとおかしい感じになってきましたね。 おかしい感じというのは特にどのあたりでしょうそうですね乗り心地もそうやし伸びとかも、うん、なんかちょっとずれ出したかなという感じですかねあ,あ、そうなんですねでは優勝戦に向けての調整はそのあたりをしっかり抑えていくというイメージでしょうかはいわかりました変わってスタート感ですここまでの見え方はいかがですか全然分かってないですねあそうですか <laughs> では明日の目標設定ありましたら教えてください。はい、えっと15ぐらい行きたいですね。はい、優勝戦は6号艇でのレースです。進入などを考えれば教えてください。あもう枠なりで。はい。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージをお願いいたします。はい、えっと船拳絡めるように頑張ります。